皆さんこんにちは、ユニバーサンド宇宙の響きをお届けしている綾乃です。今日も動画をご覧になっていただいてありがとうございます。昨日の夜ですね、寝る前にミカエルを呼んでですね、自分の体の調整とか、なんていうんですか、そういうのねお願いしてるんですけど、じゃあちょっとメッセージもらってですね、なんていうとこう言ったらなんなんですけど、こうミカエルがもっとたくさんの人にね貢献する、サポートするね、準備ができてるから伝えてほしいっていうことがあったので、動画でね一人でも多くの方にお届けしたいなと思って、お伝えしようと思ってるんですけど、例えばねミカエルにエーテルコードのねカットお願いしますみたいな、ヒーリングとエネルギーの調整お願いしますみたいにポンとこう投げかけるじゃないですか。で実際そういうエネルギーが感じられないとかね、こうつながりがさこう実感がないっていうところの方もいらっしゃると思うんですけど、それで全然問題ないっていうか、ポンと投げかけることで答えてくれますから、気軽にねお願いしますみたいな、まあ、得意な人にその得意分野でサポートしてもらうみたいな、なんかそんな感覚でいいと思うんですよ。なのでミカエルね、そういうの得意としてますって言ってたし、自分のこうハイヤーセルフとかさであってもいいと思うんですけど、まあ、とにかくこう自分のね状態をこうよくね保っていけるようにサポートお願いしますとか、まあ、一日の最後にね今日のエネルギーを調整して、くださいみたいな、そんな風にねこう投げかけたらいいんじゃないかなって思います。でですね、なんか私なんかも本当そうだったんですけど、感じられないとかなんかこう実体がないからさ、こうあやふやだし、なんかやったりとかさ話しかけてもなんかどうなのかなみたいな、なんかちょっとこうねうーんっていうところあったんですけど、そんな方々、まあ、それでもほらやっぱり憧れに似た気持ちってある方ってねいらっしゃると思うんですよ。私もすごいそうだったし、つながりたいってずっと思ってたの でそういう方々にですね、すごい身近なところからね、つながっていったらいいんじゃないかなと思うんですよ。いきなりこう宇宙意識に目覚めるぞみたいになると、やっぱこうちょっととてつもなくね、壮大ですし、まあ、周波数もすごくそれなりに高いので、なかなかね、こうピントが合っていかないと思うんですけど、例えば、そうだな、自分のご先祖様とか、あとは、産砂様ですね、氏神様って呼ばれてるような、住んでる土地をこう守ってくださってるね神様っているんですよ。だから氏神様、まあ産砂様って私は呼んでるんですけど、そがいらっしゃる神社に毎朝ねご挨拶に行くとか、あと神棚がねある方なんかはやっぱりちゃんとこう手を合わせてですね、毎日こう水を替えたり、なんだろうな、ご挨拶したりとか、そこにこう手を合わせて向かうというだけでもしっかりコネクションできていきますから、最初分からなくてもとりあえずこう続けていってね、自分のルーティンっていうか、そういうスピリットとかエネルギーとこう、関わりを持っていくっていうことがこう日常にね馴染んでくるといいんじゃないかなと思うんですよ。2、3日やってね、なんかパッとしないなぁなんて思ってやめないで、最低でも21日間、まあもうちょっといてね、1ヶ月とかやると変わってくると思います。私もそうですね、産砂様にお参りすることを、まあ、今年から始めて、やっぱりすごく守ってくださってるっていうのも感じてます。感じられるようになってたのかな。あと、ご先祖様っていうものに今向き合うようなね、きっかけもたくさんいただいて、そういう身近なところから、身近なスピリットっていうかね、そういうエネルギーとつながっていくっていうのは、すごくこう、良かったかなって振り返るとね、思うんですよ。まあ、あとほら、個人的にさ、なんて言ったらいいんだろう。好きなほら、大天使がいますとかさ、
自分ってなんかこういうアセンデントマスターとつながりが強いんじゃないかしらとか、まあ、この星がすごい気になるとか、もうピンポイントでさ、そういうのがなんか見えてきてるんだったら、もうそこに積極的にこう声をかけたりとか、うん、感じていったらいいんじゃないかと思います。でやっぱパラダイムシフトっていうか、そういう意識のドーンっていう変化ってある人もない人もいるんですよ。なんかいきなりビビビビみたいな、雷が落ちたよね、エネルギーに目覚めましたみたいなね、ドラマチックな話ってこうね、こう広まりやすいですけど、そうじゃなくてこうじわじわ来る人とかも、あ、気づいたらっていうようなケースもね、十分にあるんですよ。だからどんな形で開いていくかっていうことにこだわらないで、常に自分からこうつながり続けていくっていうのがいいんじゃないかなって思います。あとはね、そういうことをしてくると、まあ、シンクロニシティというか共時性ですね。なんか思ってた時にその人からメールが来たとか、なんか気になるからこれをやったらなんか知りたかった情報にとかさ、なんかいろいろあるんですけど、なんかそういうのがね増えてくるんですよ。でそういうのちょっと上がりませんか？なんかいや、なんかわーみたいな、なんかドキドキとかさ、何これみたいな、すごい偶然みたいな、なんかそういうちょっと上がって楽しんでいくっていう、それがいいんだと思うんですよ。スピリチュアリティだとか、まあ、宇宙に対するね、そういう思いとかなんとかっていうのは、すべて自分のこう今ある暮らしに根ざしてるっていうところがナチュラルでいいんじゃないかなと思うんですよ。宇宙意識に目覚めたからっていきなりなんて言うんでしょう、宇宙で暮らして、まあ宇宙で暮らしてるんですけど、でもやっぱあくまでも私たちはこの地球に生まれてるっていう、今ね体験してるここに、まあもちろん大きな意味があるし、それがしたかったことのね目的の一つでもありますから、うん、そういうところになんかこうあんまりこう本読んで何度もワークするぞとかっていうのがしんどい人は、やりたい人は全然それでいいと思うんですけど、そういろいろほら、なんて言ったらいいのかな、自分で勉強したり探し求めたり、なんかこうそういうアクションって素敵だなと思う反面、なんて言うんですか、そういうのって探求心って言うじゃないですか。探求ってやっぱ探し求めるんですよね。でその探求心っていうもの自体にはまっちゃうと、なんて言ったらいいのかな、探して求めること自体に、自分の価値があるから、見つかっちゃダメっていうねループにはまっちゃうんですよ。そうやって学んでること自体に喜びがあったとか、そのね探し求めてる、その手が届きそうで届かないところをこう一生懸命やってる自分が好きみたいな、なんか元も子もないようなところにこうねハマってっちゃうんですよね。で、まあ、よくあるじゃないですか、忘れ物じゃないや、探し物か、なくしたものとか探すのやめた時になんかポッと出てくるみたいなね、そういうの日常でありますよね。みんなそういう経験あると思うんですけど、そういうことだと思うんですよ。探求探求ってこう必死にね、こういう風に先細りみたいなね、こんな風になっていって、まあ、それでねたどり着く方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、ね、探し求めること自体が目的になっちゃうと、意図がねガラッとこう反転しちゃうんですよね。なので、まあ、リラックスしてっていうか、うん、もっとのんびり構えてもいいと思うし、うん、向こうからねやってくるっていうのをキャッチするようなつもりでももちろんいいと思うし、まあ、おすすめはやっぱり地元のね神社の神様だったりご先祖様ですね。もう一番こうなんだろう、直結してこうつながりがあるスピリットっていうのはね、やっぱりつながりやすいかなと思っています。よかったらご参考にされてみてはいかがでしょうか。で今日も最後まで、見てくださってありがとうございます。またスピリットからね、メッセージ届いたら、このようにして、視聴の方にお届けできるように、動画流していきたいと思います。